いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします逆境で見えた大谷翔平水原騒動を受けても打率3割6分指揮官翔平はうろたえないことを学んだよ米大リーグドジャースの大谷翔平投手は17日日本時間18日のナショナルズ戦で3安打。この時点でアンダ数メジャートップに立つなど結果を残している 同日米メディアはデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介通訳を務めてきた水原容疑者の解雇があった中でも成績を残す姿に私は彼がうろたえないということを学んだよと話したという0対2でチームが敗れた試合大谷は3安打と結果を残した今季の安打数は31本で17日時点でムーキー・ベッツ補正ハルトゥーベに並びメジャートップに浮上した打率3割6分も同6位 OPS1.040 も同10位タ得点圏打率こそ五分三輪だが高い数値をマークしている開幕直後大谷の通訳を長年務めた水原一平容疑者が銀行詐欺罪で訴追された大谷の口座から1600万ドル約24億5000万円以上を不正送金したとされている影響が心配される中でも変わらない大谷に指揮官は称賛を送った米スポーツ専門局 フォックス,スポーツの MLB 専門 X がデーブ・ロバーツは今期のシ平大谷の落ち着きを高く評価していると知るしロバーツ監督のコメントを紹介している「逆境を経験するまでは本当に人となりを知ることはない」「フィールド上のことでも今回のフィールド外のことでもね私は彼がうろたえないということを学んだよ」「大谷の精神力に感銘を受けたようだった」「野球に勝負強さが存在しない?」 シーズン最序盤のたった20打席で大谷はチャンスに弱い説を論じることの無意味さ WBC での大谷を見たことがないのだろうか今期からドジャースに加入し目下全試合で2番指名打者を務めている大谷翔平4月18日時点の20試合で打率3割6分4本塁打と今期も打棒を発揮している一方でこんな批判が出ている大谷はチャンスに弱い 3月20日の韓国開幕戦タイパドレスでタイムリーを放った後はチャンスで20打席無安打が続いているというのがその根拠だ得点圏打率は5分3厘19打数1安打犠牲フライ2本一見このあまりにもひどい数字は大谷の勝負弱さを証明しているように映るだがあえて言おうこのような議論はバカバカしいにも程があると今や MLB では主流になっているセーバーメトリックス 野球におけるデータを統計学的見地から分析し選手を評価する手法ではかなり前から勝負強さという能力は存在しないと結論付けている打者が普段以上にチャンスで力を発揮するあるいは発揮しないというのは単なる偶然の結果でしかないということだなぜなら勝負強さには継続性がないからだディック・クレーマーというセーバーメトリクス研究家は1977年に発表した論文でもし 勝負強さという能力が存在するとすればある年に勝負強かった選手はその翌年も勝負強さが継続するはずだと仮定して MLB の打者162人を検証しているところが2年間にわたって一貫した勝負強さを発揮した選手はほぼ存在しなかった同様の研究は他のセーバーメトリシャンも発表しているトム・タンゴという研究家も2004年に発表した論文の中で 1999年から2002年に MLB でプレーした340人の打者を調査したところこの期間に一貫して勝負強いといえるバッターはたった2人しかいなかったと述べている他にもさまざまな研究者が勝負強さについて検証しているがそれが球界に広く適用可能なセオリーであると証明できた人はいない上記の研究は必ずしも得点圏打率だけを検証したものではないが こののの指標だだけを取っても年ごとの変動が大きいのは事実だ例えばその勝負強さからミスター・クラッチの異名を取っていた元ヤンキースのデレク・ジーターを見ても2008年は得点圏打率3割1分7厘シーズントータルの打率は3割だったのに翌年の得点圏打率は2割5分9厘シーズントータルの打率は3割3分4厘だったというようにシーズンごとの変動がかなり大きい。また 今期の大谷の場合は特にまだサンプル数が少なすぎるという問題もある得点圏に限らずとも20打席で無安打が続くなどザラにあること昨年7月末から8月頭にかけて吉田正尚レッドソックスも20打席無安打を記録しているがシーズンが終わってみればリーグ7位の打率2割8分9厘を残している不審だった一部の期間だけを見て吉田は低打率の選手であると分析しても意味がないように 大谷がが短い期間でタイムリーが出なかったこととととを根拠に、に勝負に弱いななどど断じることもまた、ほとんど意味がない。データ分析ではメジャーでも最先端を走るドジャースがこのことを認識していないはずはなくだからこそ大谷は2番で起用され続けているのだちなみによりサンプル数の大きい通算得点圏打率を見ると大谷は2割8分8厘542打数156安打だ キャリア全体の通算打率が2割7ブロクリンであることを思えば少なくとも勝負に弱いとは言えないことがわかる仮にこのまま得点圏打率が低いままシーズンを終えたとしても現時点では今季はたまたま数字が低かったとしか結論付けられないだろうましてやもしここから成績が向上すればシーズンが終わる頃には現在の大谷は勝負弱い説などもはや誰も覚えていないに違いない大谷翔平に、 ボールを見ろは間違い初球の障害打率は4割超え今季も4割6分2厘 OPS は驚異の1.385大谷翔平が現地4月17日本拠地でのワシントン・ナショナルズ戦に2番指名打者で先発出場チームは0対2で敗れたものの大谷は4打数3安打の猛打賞の大当たりだった前日にはデーブ・ノバーツ監督から「 もっと相手投手に球を投げ続けさせなければいけないと初球打ちでの凡退が続いたバッティングをたしなめられたがこの日は指揮官のアドバイス通り初球打ちはなく2球目以降を叩いて3本のシングルヒットをマークしたしかし大谷のバッティング傾向では初球打ちでもいい結果が生まれているのは事実のようだ米国人ジャーナリストのハワード・コール氏は自身の X において翔平大谷は初球ヒッティングの障害成績が打率4割2厘 出類率4割1分長打率8割5分2厘ですと意外な事実をポスト MLB 公式データサイト「ベースボールサバントにおいても確認できるが今期も初級の打率は4割6分2厘 OPS も1.385と驚異的な高さを示している今期に関してはサンプル数が極めて少ないが障害成績を見れば初級打ちが決して悪い結果ばかりをもたらすわけではないのは一目瞭然だろう同志の X で このデータを目にしたフォロワーからはこれをロバーツに教えてください初球を打つのは間違いかも初球から振るのは間違ってないよね今季序盤たまたま得点圏に弱いだけだなどとコメントが寄せられたただし戦術のようにナショナルズ戦ではロバーツ監督の助言通りにいずれも2球目以降を打って3安打と結果を残した大谷果たして今後は打席でどのようなバッティングを見せるのか興味深いところだ 最新の打者パワーランキングは1位・ムーキー・ベッツ2位・ファン・ソト3位・マイク・トラウト前回7位の大谷翔平は大リーグ公式サイトが今季2度目の打者のパワーランキングを発表1位はドジャースのムーキー・ベッツで前回に続く1位16日のナショナルズ戦で1試合5アンダをマークするなど勢いは止まらない17日 日本時間18日終了時点で OPS は1.137でアストロズのホセ・アルトゥーベと並んで全体1位31安打も大谷翔平ホセ・アルトゥーベと並んで1位6本塁打は4位タイ16四球は2位タイ18打点は4位タイだキャリアで初めて声優劇手にチャレンジしながらの数字ウォーもトップだ同サイトはムーキー・ベッツのような選手は他にはいないと絶賛している 2位はヤンキースの不安外でこれも前回同様2位打率3割5分2厘出塁率4割7分8厘長打率5割7分7厘とニューヨークのファンの期待通りの働きをしている毎年のことだが三振数11よりも四球数18の方が多い3位は復活の兆しを見せるエンゼルスのマイク・トラウト前回の10位から躍進した8本塁打は1位タ5盗塁は10位タだ 32歳の今シーズン最後に MVP に輝いた2019年のような活躍が期待されている通算4 0号本塁打まであと24本という目標もある4位はドジャースの大谷前回の7位から上昇した二塁打10本は全体1位31安打は1位タイ XWOBA は打者の打球の質三振率支給率などを考慮して 打者の期待される WOBA WO とは打者の攻撃力を総合的に評価する指標で0.3未満の場合は平均以下の攻撃能力を示し0.4を超える場合は優れた能力を示す大谷の XWOBA はここまで0.477で全体4位 WOBA の0.4439位よりも高い数字になっている最後までご覧いただきありがとうございます。もし よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。